ははいこんにちはレトスのーーです本日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます本日は忙しくて勉強ができないという方に対してのアドバイスです卓球に合格するためには毎日お送りしている3問を毎日勉強したとしても合格するだけの実力はつきませんその理由なんですけども2つあります 1>, 1つ目が問題量が少ないということでもう1つが毎日の3問無料なので理解学習についてはたまにしかお伝えしていないんですねほとんどの場合が理解学習まではお伝えしておりませんこの2つが挙げられますでそのため合格するためにはこの2つを克服していく必要がありますそして今回は1つ目の問題量を増やすために忙しくても勉強時間を作るためのアドバイスをさせていただきます これについては別途動画作成しておりますのでこの社の概要欄からご確認くださいまた右上のお知らせボタンにもアドバイス動画のリンクを貼っておきますのでそちらからもご確認いただけますでは問い1です金銭消費貸借契約における主たる債務者は保証契約の当事者ではない丸か×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは丸ですね え主たる財務者は保証契約の当事者ではありません、えー、この問題文だけで意味わかりますでしょうかまず金銭消費貸借契約っていうのはお金の貸し借りの契約なんですね貸金契約とも言いますで主たる債務者とはお金の貸し借りで言えばお金を実際に借りた人ですねでそれを保証するのが保証人ですそして保証契約っていうのは債権者お金を貸した人と 保証人とのの間でで契約なんですね。主たる債務者は保証契約の当事者ではありませんこの点意外と間違えている方勘違いしている方が多いので注意してくださいもしあなたが銀行からお金を借りてあなたの親御さんが保証人になったとそういった場合は親御さんと銀行が保証契約を結びます主たる債務者であるあなたは関係ないということですねこのように具体例があると分かりやすいと思います この問題は比較的簡単ですが難しい問題もこのように噛み砕いて解説すれば理解できるはずですそして個別指導ではこのようにできるだけわかりやすく解説しておりますなのできちんと本試験で点数取れるようにしたいそういった方は理解学習をぜひ行ってくださいで理解学習の仕方についてやっぱりわからない自分自身で調べられないという方はぜひ個別指導をご検討ください個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからお申し込みいただけます では問い2に入ります。取引士 A は重要事項の説明の際、相手方が特に要求しなかったので、取引書を提示せず、また交付する書面にも決めをしなかった。この場合 A は10万円以下の過料に処せられる。丸か罰かという問題です。で、答えは、これ正しいですね。10万円以下の過料になる場合は、取引士に関する自由だけなんですね。 で、しかも3つありますので、この3つは覚えておきましょう。1つ目、登録少女処分を受けたのに、取引支障を返納しなかった場合。2つ目、事務禁止処分を受けたのに、取引支障を提出しなかった場合。3つ目、重要事項説明の際に、取引支障を提示しなかった場合。で、今回はこの3番目に当たるんですね。重要事項説明の際に、取引支障を提示していませんよね。 これは、相手方が要求しなかった場合であっても、これ提示しなければいけません。さらに言うと、相手方が、取引証は見せなくていいですよって言ったとしても、取引証は見せないといけないんですね。この点注意しておきましょう。では、問いさんです。宅地造成等工事規制区域内において行われる切り土であって、当該切り戸をする土地の面積が600平米。 かつ、高さ1.5メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。丸か罰かという問題ですで。答えは、これ丸ですね。霧道をする面積が500平米を超えているので、知事の許可は必要となってきます。宅地造成等工事規制区域内において、下記いずれかに該当する場合、知事の許可が必要です。一つ目、霧道。 もしくは、森道する面積が500平米を超える場合。2つ目、切り道して高さ2メートルを超える崖を生じる場合。3つ目、森道して高さ1メートルを超える崖を生じる場合。今回は1ですね。600平米なので、500平米を超えています。なので、知事の許可が必要ということになります。で、ちなみに今回は2番、これ、たしていないですよね。 満たしていないんですけども、3つのうち1つでも満たせば許可が必要なんですね。この点は注意をしておきましょう。これは基本問題なんで絶対解けるようにしていただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。無料では教えていない問題文の理解の仕方についても個別指導では教えてますので、勉強してるけれどもなかなか実力が上がらない。そういった方はぜひ個別指導をご検討ください。 問題文を理解できるようになれば、引っ掛け問題にも引っかからなくなるし、また、応用問題も解けるようになってきます。卓研試験は1回で合格できる資格なんで、今年絶対合格しましょう。あなたの受講をお待ちしております。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。